コルトパイソン、コルトパイソン、コルトパイソン、コルトパイソン357マグナム、ドーン。ん？始まるよ。ワクワク、ワクワク、ワクワクチャンネル。おもちゃレビュー専門チャンネル、ガキレンジャー DJ おしょうのワクワクチャンネル。へい。今回ご紹介するおもちゃはこちらの商品です。ドーン。東京丸いガスリボルバーシリーズ、コルトパイソン357マグナムです。ドーン。はい、今回はね、ガスを使ったリボルバー回転式拳銃、コルトパイソン357マグナムです。コルトパイソン、まあ実銃の話なんですが、製造はね1955年、その当時はね職人が一丁一丁手作りでね作っていたそうです。まあその当時のね50年代60年代のコルトパイソンはむちゃくちゃ高値で取引されてるそうです。まあそんなコルトパイソンもね、時代がオートマティックピストル全盛になり、1999年に製造中止になりました。そして今回ご紹介する東京丸井のガスリボルバー、コルトパイソン、こちらもね昨年でしたか、製造が中止になりました。ものすごい残念ですよね。まあ、とはいえこのコルトパイソンはやっぱ根強い人気があります。そんな理由の一つに、アニメシティハンターの主人公サイバリョウが使っていたってことがありますね。そして現実社会で起きた恐ろしい事件でも使用されました。1995年、警視庁長官狙撃事件、当時の警察のトップを狙ったね恐ろしい事件です。この事件は2010年に犯人が特定されぬまま時効となりました。謎多き事件です。銃器面でもね謎が多いんですよ。犯人が警視庁長官に狙いを定めてね、実際に引き金を引いたまでの距離、これがね20メートルぐらいあったそうなんですよ。実銃で動くターゲットを20メートルの距離から狙いを定めるっていうのはかなり難しいそうなんですよ。にもかかわらず4発撃って3発命中させてるんですよ。しかも使った弾丸がねハローポイント、この弾丸は人体をめちゃくちゃ損傷させるそうで、ハーグ国際条約でも非人道的なので戦争でも使用が禁止されてるぐらいのね恐ろしい殺傷能力を持った弾丸なんですよ。にもかかわらず狙撃された警視庁長官は幸い命に別状はなかったんですよ。まあとにかくいろいろ謎が多い事件なんですよね。ん？話がめちゃくちゃそれました。ではでは、東京マレーガスリボルバー、コルトパイソン357マグナム、レビュー、行ってみよう！ワクワク。東京マレーガスリボルバー、コルトパイソン357マグナム、ドーン！パイソンですよ、かっこいい！近くで見てみましょう。ドゥン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 。こちらのパイソン、これはね東京丸井さんの初期型のものです。もともとはね宝具タイプの黒いグリップがついてるんですが、こちらはパイソンの6インチについてるね木製を模したね樹脂製のグリップに交換してあります。僕はねこの4インチの木製グリップタイプがものすごい好きなんですよね。握ってみるとこんな感じ。パイソンかっこいいよね。ワクワク。バレルニア刻印パイソン357。そしてパイソンの特徴の一つ、ベンチレーテッドリブ。まあこれ実銃の話なんですが、連続でバン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 撃ってると銃身が熱を帯びて上部にかげろうが出るそうなんですよ。その結果サイティングがしづらくなる。まあそれを防ぐためにこのベンチレーテッドリブがあるそうです。フレームにはコルトの馬ちゃんマーク、グリップにはゴールドメダリオン、フロントサイトは固定式、セレーションが入ってますね。リアサイトは実銃通り上下左右の調整が可能です。ワクワク。そしてリボルバーの醍醐味、シリンダーのスイングアウトですよね。スイングアウトはこちらのラッチを手前に引きます。そして反対側から押し出す。これこれこれ、くる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 、シリンダーがよく回ります。エキストラロッド、前方へ押し出すことができません。これは残念。そしてシリンダーの中に入ってるダミーカート、こちらもね残念ながら取り出すことができないんですよ。ちなみにこちらはねクラウンのスミス&ウェッソン M29、 こちらはシリンダーをスイングアウトすると中にね
こんな感じでダミーカートリッジが入ってるんですよ。すごいリアルです。それが今回の東京マルイコルトパイソンにはねついてこないんですよ。その代わりこちらのパイソンはねものすごい命中精度を手に入れてるんですよ。実写レビューが楽しみです。ワクワク。トリガーとハンマーの動きです。まずはシングルアクションハンマー激鉄を起こします。こちらです。親指で引きます。ハンマーの形状も実銃に結構近いと思います。ファイアリングピンがついてないタイプですね。では空打ちですがこのままシングルアクションでトリガーを引いてみます。まあ、シングルアクションでねトリガーの引き代は短いんですがそんなにね軽いって感じではないですね。続いてダブルアクション。ダブルアクションのトリガープルはまあまあそれなりに重たいです。まあこれはこんな感じでいいんじゃないでしょうかね。そして俗に言う乳番、ダブルアクションでゆっくりトリガーを引きます。ここで静止。はい、シリンダーはロックされてます。そしてここからトリガーを引く。もう一度、はい静止。ここで呼吸を整えてまたパーン。まあ、これがよくリボルバーマニアの方が言う乳番というね打ち方です。ワクワク。 BB 弾の装填です。シリンダーをスイングアウトさせて前方こちらの穴から BB 弾を入れます。一つの穴に4発 BB 弾を収納できます。穴自体はね6個空いてます。つまりね 6×4 装弾数が24発。まあ、実銃のパイソンは装弾数6発、それに比べると24発。こちらのガスガンはねかなりのハイキャパシティですよね。ですが今回は実銃通りの6発装填で射撃してみたいと思います。 BB 弾をローダーでね軽めにこう置いていきます。3、4、5、6。はい、今こんな感じですね。これをね、まあ、指でポイッとこう入れてあげます。うん、これで今装填されました。落ちてきませんね。でそのままシリンダーを閉じる。ワクワク。ガスの装填です。ガス注入口はグリップ底面です。ガスを注入 OK。 そして大事なシューティングゴーグル OK。 最後にマズルキャップを外します。 OK。 ではでは東京マルイガスリボルバーコルトパイソン357マグナム実写レビュー行ってみよう。ワクワク。東京マルイコルトパイソン357、まずはシングルアクションで実写。ファイヤー。意外に当たる。いやー、まあ意外と言ってはちょっと失礼かもしれませんが、一般的なねリボルバーってねそんなに当たらないんですよ。でもこの丸井さんのねパイソン当たりますよ。では続けてダブルアクション、まあ、先ほど言った乳番でね実写してみたいと思います。東京マルイコルトパイソン357ダブルアクション括弧乳番で実写。ファイヤー。おー、
いやー、シングルアクションよりはね、ブレますね。まあ、とはいえかなりね、いい集団率です。まあ、このパイソンかなりね古いアイテムなんですが、全然未だにいけますよ。東京マルイコルトパイソン357マグナム、実写性能にワク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 エンディング。はい、ということで東京マルイガスリボルバーコルトパイソン357マグナムのレビューでした。まあ、最近あまり見かけなくなったリボルバーなんですがね、やっぱりこれはね、なんかロマンあふれるね、いいアイテムです。まあ、先ほども言いましたが、現在は生産終了してるアイテムです。まあ、中古とかでね、ショップで見かけたら、欲しい方は迷わず買った方がいいです。というわけで、このレビューが楽しいな、ワクワクしたなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントの方もよろしくお願いいたします。以上、ガキレンジャー DJ オショーのワクワクチャンネルでした。またお会いしましょう。ワクワク。ワクワク。